3、2、1。どうもアキトです。何人です。よし来た。今回はラジオということで、はい、2回目ですね。はい、何人の学力を試してみようじゃないかというコーナーです。大得。いや、得する人はいますよ。クイズ好きな人はね、ぜひ見ていただきたい。いや、聞いていただきたい。そうですね、知らんけど。では早速やっていきたいと思いますよ。はい。ではまず歴史系から問題を出題していきたいと思います。はあ、では早速第1問てれ問題。1894年、違う方清掃あちゃうは六宗光でした。では問題です。大正時代に暗夜航路を書いた作者の名前は。知らん。正解は志賀直。問題。日露戦争の際、戦場にいる弟に対して君死にたもうことなかれを書いた人物は誰。簡単やな。与謝野晶子。問題。日本で初めて旧石器文化の存在を確認した群馬県にある遺跡は。あー、何やったっけ。正解は岩宿遺跡でした。あ、そう、岩宿遺跡や。問題。1560年、織田信長が今川様。問題。1498年にアフリカの希望峰を回ってインドへ行こう。バスコダガマ。問題。大正時代日本主義を唱えた人物は誰。吉野作造。問題。18世紀後半、諸国民の富を著して自由主義経済を説いた人物は誰。板垣退助。答えはアダム・スミスでした。日本人じゃなかった。次の問題です。徳川御三家といえば尾張徳川家、うん、紀伊徳川家ともう一つは何。水戸。問題です。江戸時代古事記伝や元織頼長。問題。1857年インドでイギリスへの反感から起こった反乱の名前を何という。インド大反乱。問題。1875年に当時船長であった井上義賀が朝鮮を挑発して起きた事件を何という。正解はカンファド事件。問題。歴史最後です。第一次世界大戦後、国際連盟を設立すると提唱したアメリカの大統領を答えなさい。ウィル。続いては雑学参りたいと思います。問題。プロ野球でトリプルスリーを達成する条件は。打率3割以上、ホームラン30本以上と。盗塁30本以上。問題。1992年に発足した EU 欧州連合、その前身である欧州諸共同体をアルファベットで表すと何。 AU。 正解は EC でした。問題。1945年に設立された国連、その本部が置かれているのは。正解はニューヨーク。ニューヨークか、めっちゃ普通。問題。イギリス初の女性首相マーガレット・サッチャーのあだ名は何でしょう。正解は鉄の女。鉄の女か。問題。現在発行されている千円札に描かれている肖像は野口英世。その前の人物は誰。夏目漱石。正解。問題。1985年まで製造された500円札、書かれていた人物の名は。近藤さん。正解は岩倉具視でした。それや。はい、というわけで何人もっと勉強せえ。待て、ちょっと一つだけ反論させてくれ。はい。ジャンル外。ほんならさ、今度さ、ラジオにさ、誰か読んでさ、その人にやらせたいんじゃん。ほんならそっちの人が解けたらどうする。みんな解けるやん。誰呼ぶ。何のぐらい読んどこう。
年齢の差。以上、アーガメンのアキトとヤンジンでした。バイバーイ。バイバーイ。